はい、こんにちは。カープラットカスタムのミスターです。今回に紹介する作業はですね、ジュークラフトモンキーですね。モンキーの8インチ 4J のこれですね。それに、G の307のタイヤを組んでいこうと思います。結構な分かりますかね、この差があります。ではちょっと作業入っていきます。はい、それではリムが外れましたね。ホイールが。でモンキーの場合はですね、一応タイヤの、回転方向とかもいろいろあるんですが、そこら辺もちょっとちゃんと確認していってくださいね。このエアバルブのある方と、わかりますかね、エアバルブがある方が基本はドラム側ですね。では作業進めます。はい、じゃあ、この回転方向書いてありますので、クリームを塗る塗らないいろいろあると思いますけど、当店では一応基本的には塗ります。それではリムに貼りました。こんな感じですね。回転方向とありますね。それでは空気入れていきます。307の、G クラフト 4J 装着です。同等の作業とかなんかいろいろありましたら、カークラフトカスタムのミスターまでよろしくお願いします。結構画面じゃ分からないかな、結構引っ張ってますね。で、初めに履いてたタイヤとの比較ですね。こんな感じです。はい、装着が楽しみです。